5月11日月曜日、中学2年生の数学の授業を始めます。宿題なんですけどね、1期の15番から26番について言いますと、半分超えるぐらいの人数の人はほとんどね、出してくれていて、直しはもう一頑張りしてほしいというところですが、出してない人はとにかくね、やらないと、特に説明しなさいとかね、形が決まってますので説明するね、あれは本当身につかないですから、宿題やってくださいね。あと、2期の方まだね、1人ぐらいしか出してくれてないんで、連立方程式の宿題をしっかりやって出してください。で、今日から渡す宿題は、今まで B5 2枚を1つの B4 にして印刷してましたが、今日から B5、それぞれ B5 ね、B5 を1枚ずつにしてますので、出しやすいかと思いますので、しっかりね、やってください。それでは宿題にしてましたのが33ページね、代入法による連立方程式を解くね、そういう練習。代入法で解く練習のところは宿題。7番、8番、9番の最初の問題ね、カッコ1だけそれぞれやったので、カッコ2からが、今日の答え合わせです。ちょっとね、慣れてない人がいるかもしれないんで、一応今日は全部ね、黒板でしようかなと思ってます。もうマスターしてる人はね、もう答えだけでいいのにと思うかもしれませんが、一応見てください。じゃあ33ページで、7番の2ですね。y イコール 3x、5x マイナス y イコール2。宿題ね、出してた人、なかなかこれをしてなかったね。番号をつけてね、やりましょうと。初め、めんどくさいと思うと思いますね。慣れたら大したことありません。もうすぐできますから。苦にならないように早くなってます。この形になってるこの文字のところにこれ入れますからね。1を2に代入。これも書かない人が毎年多いね。書いた方がいい。自分で何したかなと分からなくなったりします。必ず書いて。なので、これね、ここに 3x 入れますから、 5x マイナス 3x イコール2。x が2ですから x が1。また書くんだってね、3と書いて、y イコールになってる方に入れますね。3を1に代入と。ならもう y 出ますね。y は 3×1 だから3ということで答えと。x イコール1、y イコール3と。連立方程式ですから、必ずね、x と y 両方の値を書いてくださいね。片方だけじゃいけない。順番も x が先、y が後が普通ですからね。じゃあ次です。3番。また2を1に代入なら、y のところがマイナス 4x ですから、 2× マイナス 4x、 結局マイナス 8x だね。ならマイナス 5x が10だから、 x はマイナス2、3にして、3を、2ですね、2に代入なら、 y がマイナス 4× マイナス2だから8ですね。ということで答えると x イコールマイナス 2y イコール8、いいでしょうか。大丈夫ね。
じゃあ次行きます。じゃあ4番で x=7y x-2y=5。 はい、で、1を2に代入ね、まあ、y だけの式になりますね。7、これが 7y ですから 7y-2y、5y が5だから y は13にして3を2に代入、なら x は、はい、7×1 だからね、答え x=7y=1 でしょうか。じゃあ次ね、5番x-7y=6 と x=5y、 はい、なら2を1に代入、はい、なら 2×5y になるからね、 10y ね、 2×5y ですから 10y-3y が6y は2、3にして、はい、3を2に代入ね、x は 5×2 で10ね、はい、答え x=10y=2、はい、x=10y=2 ね、はい、でしょうか。で、6番で、まあこれそうね、もうこれ 7y イコール x と書いてあるけど、 x イコール 7y と同じことですからね、はい、2、はい、まあ2より x イコール 7y ですからね、左全体右全体変えても符号変わりませんからね、全体同士変えても、はい、まあ、これがまあ番号変えるほどでもないけど、まあ3にしております。で、3を1に代入、なら 3×7y だから 21y ね、 21y-14y が -7 なら 7y が -7y は -1、 今度は4か、4ですね、4ですから、4を3に代入ね、なら x は 7×-7 ね、はい、答え x=-7y=-1 と、はい、でしょうか。じゃあ次ね、7番、あ、本当こんな風に書いてやってくださいよね、番号を打たない人毎年います、こういうの書かない人います、大した手間じゃありません、慣れたらすぐ書きます、書いといた方が、自分どこに何したかなとね、自分のためじゃあならばy=x+1 2x+y=2、1を2に代入ね、とにかく x イ
コール何々、Y イコール何々となっとる方をもう一個の式に入るね。はい、なら、ここが X プラス1になりますから、2X プラス X プラス1が7。なので、結局 3X プラス1が7。ということは、3X イコール7マイナス1で6ね。X は2。で、これをまた、これに入れますね。3を1に代入。なら、Y イコール、はい、2たす1で3ですね。で、答え。X イコール2、Y イコール3。いいでしょうか。で、8番です。3x マイナス 2y が2 y イコール 2x マイナス3式の2、はい、2を1に入れますね。はい、なら 3x マイナス2、はい、気をつけてね、今回は y 式ですからね、多項式ですから、ただ 2x じゃない、ね、カッコに入れてください。 2x マイナス3、これで 3x マイナス 2y とですね、イコール2と。で、展開するときね、マイナスかけるマイナスプラスですから、 3x マイナス 4x プラス6が2なら、マイナス x イコール2マイナス6でマイナス4になるね。なら x は4と。3で、はい、これを2に代入ね。3を2に代入して、なら y は、2×4 で8ね。2×4 引く3、8引く3でこうと。答え。x イコール4、y イコール5となっとればいいでしょうか。で、9番。答えだけじゃなくて、途中の書き方ね、はい、真似してください。で、9番。x イコール 4y マイナス1。3x マイナス 5y イコール11、はい、一応2に代入、はい、今回の式ですからね、 x はカッコしてね、3カッコ 4y マイナス1、ここまでで 3x が済みましたから、マイナス 5y イコール11、はい、かけるね、3412313、12y マイナス3ね、マイナス 5y イコール11。12y マイナス 5y が 7y ですね。はい、で、11プラス3だから14ね。まあ、y が2、はい。3にして、はい、1に代入ね。3を1に代入。なら、x は、4×2 引く1、はい、4×2 引く1で、はい、7ね。4が8引く1、7。それで答え。うん、X は7、Y は2と。はい、9番にしようか。では10番。10番が 5x プラス 2y イコール 9。 x は 2y プラス 9。 1、2 、はい、2を1に代入、
また括弧してくださいね。2y プラス9。これが 5x。プラス 2y イコール9。10y プラス45。プラス 2y が9だから、12y イコール、マイナス45と9ですから、マイナス36なんですね。な y イコールマイナス3か。はい、でこれが3ですから、はい、3を2に代入ね。3を2に代入すると x は 2× マイナス3マイナス6ね、足す9は3ということで答え x イコール3 y イコールマイナス3 3とマイナス3ね、でしょうか。はい、あと2問ね。11番2x-3y が 5 x は 2y が 4 1、2、はい、2を1に代入なら、はい、また括弧ね、 2y プラス4を括弧してかける引く 3y 5、はい、両方かけますね。4y プラス8マイナス 3y が 5 4y マイナス 3y もう y になってくるよね。マイナス8足す5、はい、マイナス3で、これを2に代入ね。代入ばっかりしますね、はい、なら x は 2× マイナス3でマイナス6ですね。足す4はマイナス2、答え x はマイナス2、y はマイナス3、マイナス2とマイナス3になってればいい、ね、でしょうか。はい、じゃあ12番ね、これで大きい7番は終了ですが、3x プラス 2y が 9 y は 4x マイナス 23 1、はい、2を1に代入、 3x プラス2括弧 4x マイナス23は3x プラス 8x マイナス、23ってね、はい、なら46が9、はい、11x イコール9足す46なので55ね、x は3で3を、2に代入、y は、4、5ね、4、5、20 20マイナス23ですからマイナス3、答え x イコール5 y イコールマイナス5とマイナス3になってればいい。はい、これで7番終了ね。これが一番基本の問題ですから、まあ、できれば全部あっとってほしいね。まあ、せいぜい1問ミスぐらいで終わってください。はい、では残り8番と9番の2問ずつね。ちょっとね、宿題で方程式、連立方程式のやり方ね、まあ、よく分かってない感じだったんで今日は全部書いてます。じゃあ
8番いきまして、説明はですね、動画を見てから宿題してね、見ないでやるとろくなことになる、もう0点に近いような人とか今までいましたね、宿題。あれではちょっとね、動画で説明したことをどれだけ分かってもらえたかを宿題で見ようとしてますんで、ね、勉強する前にやってたんじゃね、ちょっと困ります。じゃあ8番いきまして、3x+2y=17 2y=x+5。で、前やりましたね。 1文字にこだわらなくていい。こっちとかは y だけがいくらだからここに y 入れるという考えですが、もう今回はちょうど係数が同じ 2y 同士だからね、はい、2y のところに 2y と等しいね、この式を入れると、ね、2y と 2y 同じなんだからこれを入れたってね、この関係は左イコール右の関係は成り立つよということです、はい、頭を柔らかくして1文字ばっかりと等しいものを考えるんじゃなくてね、塊で等しかったらいいんだということです、はい、ということで2を1に代入しますと、はい、3x+、まあ、2y の代わりということで括弧しておきますけど、これが17、結局 3x も計算しますね。 3x+x で 4x ね。で、5だから移行したらマイナス5でね、12になる。だから x は3、これ3にして3を、どっちがいいかな、まあこれがいいですよね。2に代入すると 2y が3足す5だからもう8ね。な、もう y は4。答え。x=3、y=4。ね。3、4となればいい。はい。じゃあ、あと3番。3x=-4y-6 3x+8y は18、12、はい、これも、はい、1を2に代入ね、ちょうど等しいものがあります。 -4y-6 ね、これが 3x に当たるね、ところプラス 8y が18、はい、なマイナス 4y プラス 8y で 4y になりますね。でこれマイナス6ですけど、移行したらプラス6、18プラス6は24、な場合は6ね、はい、でこれを3にして3を、1でしょうね、1に代入なら、今度は 3x でどうしても出ます。 3x は、-4 に6かけたら -24、 24と6だから -30 なら x は -10 ということで、答え x は -10 で y が6と、いいでしょうか。うん、大丈夫ね、はい、じゃあ残り9番ね、9番2、3と、これで全部終わりです。9番の2、 3x+2y=-1、 x-3y イコールマイナス10。まあこれなんかはもう3倍したら揃いますね。3x-9y=-45 とすればもう加減法でやる方が早いね。まあ今回は一応代入法でやれと言われてるから代入法でするけど。
通だったらこれは加減法ね、はい、代入法でやろうとしたら x イコールか y イコールの形にしたいんで、ちょうど移行すれば x イコールになるから2よりと書いて x イコール 3y マイナス10をね、これを3にして、これを1にね入れると、3を1に代入、2から作ったんでね、2に入れずに1に入れてください。なら、3倍の x のところにこの 3y-15 を入れますので、括弧して 3y-15、 これで 3x まで済みましたので、プラス 2y イコール -1 なら 9y-45 プラス 2y イコール -1、9y プラス 2y で 11y ね、移行しますね。プラス45マイナス1で44なら y は4、はい、でこれでこれを戻さないといけないね、これが4ですから4を3に代入して終わります。4を3に代入なら x は 3×4 で 12-15 で -3 ね、答え x イコール -3 y イコール4と、-3 と4になってればいいでしょうか。はい、これで終わりですが、9-3 7x-4y が -11、 4x-y が4、はい、2からすぐね y イコールができますね、すぐというか2から、はい、2より、はい、-y は -4x プラス4で、y の前にマイナスがあると具合が悪いんで、両辺にマイナス1かけてやればいいよね。なら、y イコール 4x マイナス4。ね。両辺にマイナス1かけてやって、はい、y イコール 4x マイナス1。これを3にしましょう。はい、で、この3を、今2から作ったから1ですね。1に対して。なら 7x-4 の y のところに 4x-4、 ここで 4y とやったのと同じで -11 な 7x-16x プラス16ね、-16 プラス16イコール -11 なら -9x がはい、-16、はい、-27 なんですね。符号変わりますから。なら、x は3と。はい、これで、はい、まだ、これで終わりじゃなくて、まだ y 出してないから、これを、x イコール3をここに入れれば、y がもうね、数になってくれますから。だから、まあ、書いておくといいんです。どっちもね。ごちゃごちゃ、時々ごちゃっとするときありますから。4ね、4を3に代入と。なら y は1312-4。ということは8ですね。じゃあこれで終わりました。答え。x イコール3と y イコール8。3と8になってればいいと、はい、で33ページね、どんくらいあったでしょうかね、はい、もう全部合わせてほしい、はい、それでは次のページちょっとやっていきましょう。34ページね、はい、
今、代入法やったけど、加減法でやる方がね、多分圧倒的に多いと思うんで、加減法のやり方ね、今やったら代入法なんでね、加減法のやり方を確実に身につけてください。はい。では34ページ。学習の基本の。まずは小数。文字 x と y の係数が小数のやつどうするかってね。1番 0.1x プラス 0.4y が1ですよと。0.3x マイナス 0.4y は1.4ですよと。はい、小数のままだったら計算がね、やりにくいんで整数にする。そのためには等式の性質ありましたね。左辺と右辺ね、同じ数を足しても同じ数を引いても同じ数をかけてもね、同じ数で割っても同じ数でやってる限り等しいね。はい、だから今回も両辺を整数になるような数かけてやればいいね。両辺に文字の前の係数が整数になるような数をかければいいので、1だったら、10倍すればいいですね。1かける10、大した手間じゃないんで書いてください。1かける10ならちょうど x プラス 4y イコール10、375で、2も10倍でいいですね。2も10倍でいい。なら 3x マイナス 4y イコール14ね。こうなってくれる。どっちも4にしようか。で、書いてくださいね。こうやるだけです。今回ちょうどプラス4とマイナス4揃ってくれたから足せばいいなって。4x。もうこれね、書いてくださいね、これ。これも書いてね。これ書かなかったら、こう、係数と間違えたりしてできない。特に引き算の時ね。足し算は今は正の数と書かんのが普通だから分かると思いますけど。4x イコール24。なら、x。x は6と。これが分かりましたので、こっちは小数だからね、入れてもできるよ。できるけど、時間の無駄ですから、これが良さそうね。5を3に代入。しますと、x6 ですからね。6プラス 4y が10。な 4y は10マイナス6で4になるね。な y は1と。ということで、出ました。答え。x は6で、y が1と。ね。こうなればいいでしょうか。じゃあ今度分数の時ね。とにかく小数やら分数が文字の前の数の時、整数に直してから方程式とね。今度は2。2分の 1x マイナス3分の 1y が6。4分の 1x マイナス3分の 1y が4。こっちが1で、こっちが2です。x だけを整数するなら2でもいいけどね、その時 y が2かけたんじゃ3分の2で整数にならんから。最小公倍数ね。x と y の前の分数の分母の最小公倍数。2と3だったら6ですね。書いてくださいよ。1かける6。6かけるつもりが途中で変な数になったり時々しますからね。かける数間違え。ほんなら 3x マイナス 2y イコール30ね。全部。各項に6かけますからね。2、3、6、3、2。6、6、7。
で、これを3にして、で、今度2は3って4だから12かければいいですね。2×12 なら C3 3X 3C-4Y で、4×2×12 ですから48。はい、書いてくださいね。今回引けばいいね。これわざわざマイナス1かけてマイナス 3x プラス 4y イコールマイナス48にしてから足す人いましたけど、もう係数が同じだったら引けばいいんですよ、ね。マイナス1かけてから足さんでもそのまま引けば終わりです、ね。そのまま引いてください。そのまま引くね。なくなる。ここを気をつけてね。マイナス 2y マイナスマイナス 4y だから。マイナスマイナスプラスね、マイナス 2y プラス 4y だから 2y 36マイナス48ですからね、マイナス48だからマイナス12の場合はマイナス6、これで4にして、はい、 x まあどっちでもいいけど、まあこっちにしとこうね。さっき4書き忘れたし、はい、でこれ4にしたら、はい、4を3に代入、なら 3x、はい、マイナス 2×-6 だから2612プラス12ですね、はい、が36ですから 3x は24なら x は8ということで、ちょっとこっち映らなかったらいけないのでこっちに書きます。答え x イコール8 y イコールマイナス6と、x コール8、y コール2、はい、いいでしょうか、ね、別に加減法、ね、あの整数に直したらあとは加減法でやればいいわけです、ね、小数だったら10倍、100倍、1000倍して整数同士にして加減、分数だったら分母の最小公倍数かけて整数同士にして加減法でやればいいね、いいでしょうか、はい、それでは今日の宿題ね、まあ、あの教育委員会 の進度表みたいなのがネットに出てるんで見ましたが、まあ、あの5月の終わりまでで式の計算ね、式の計算のところまでしか、まあ、書いてなかったんで、一応ねもう式の計算、まあ、ちょっと怪しいですけどね、動画でやってたんで、よくまだ身についたままの人がだいぶいると思います。一応まあそこは済んでるんで、あの慌てずにちょっと復習とかもねしながらやろうと思います。で今日の宿題は34ページのこう3列ありますね、縦に一番左の列だけやってもらうんで、ちょっと変則的に思うかもしれませんが、プリントの宿題はあのプリント1枚に5問かな、問題数も少なくしてありますからね、必ずプリントはしてです。でプラス、はい、この34ページの10番の1と4だけでいいです。10番1、4、はい、あと11番は1だけでいいです。11番の1、あと12番ね、12番が10番と同じで1と4、はい、5問ね、この5問やっといてです。5月11日の宿題。34ページの10の14、11の1、12の14。色付きかどうかは関係なくね。一番左の列を縦にザーッとやってもらうということです。はい、じゃあいいでしょうか。はい、それでは、ね、5月1日。月曜日の中2数学の授業をこれで終わります。